ボカック干渉。ボカック干渉は北太平洋上の干渉でマーシャル諸島のラタック列島に属する無人島である。ボカック干渉はマーシャル諸島共和国の首都であるマジュロ干渉の北6 8 4トルに位置しており、最も近いビカール干渉からは北東に2 8 0トルの距離にある。ボカック干渉はマーシャル諸島の中でも最も北に位置しており、 他の干渉からも離れているため最も孤立した干渉になっている。なおアメリカ合衆国領として最も近いウェイク島は北北西に 560km の距離にある。ボカック干渉は36の小島からなり、小島を合わせた陸地の面積は 3.24km であるが、干渉の総面積は 129km にもなる。ボカック干渉は 南北方向の向きでほぼ三日月型をしており、内側のコアおよそ9.0キロメートル、外側のコアおよそ17.7キロメートルである。干渉は西側にある幅20メートルの水路を除いて、繋がっており、十の小島が東部、及び東南部にある。小島のうち主なものは、カムォーム島、ウイチェ島、シビリア島、ボカック島、そして、ボクワラ島である。この中で、 シビリア島が一番大きく、長さはおよそ7 2 4トル、幅は最大で3 0 4ルである。二番目に大きな島が北東部に位置するシビリア島で干渉の名称のもとになったボカック島はこの南にある。マーシャル諸島のラリック列島にあるエニウェト区干渉で行われた掘削作業の結果、ボカック干渉は 玄武岩の上2400メートルのサンゴが積み重なった構造であることが分かった。ほとんどのサンゴ礁は海面下およそ50メートルまでが成長の範囲であり、このような分厚い石化したサンゴの層が示すのは地底に、ある地火山の地盤沈下によるものと思われている干渉の地盤は周囲の海底から3000メートルも隆起している。干渉の浅瀬の石化サンはエニウェトク干渉から後、 500万年にわたって供給されたものと推定されている。巨岩と砂による高い尾根は、小島が激しい嵐に遭い続けてきたことを特徴づけている。幅のある小島の内陸は砂と粒手てからなっており、海岸背後の部分は砂と砂利の低い尾根になっている。干渉の土は非常に未成熟で、きめの荒い珊瑚ゴ砂と様々な種類の砂利に、 ごく少しの腐葉土が蓄積しているだけである。干渉はとても浅く、ほとんどが30メートル以内の深さであり、そこには多くのサンゴが群生しており、そのうちのいくつかは海面にまで達している。干渉の水面は周囲の海面より90センチメートルほど高くなっているが、これは海上を吹く風に運ばれた海水が入り込むためで、 唯一の狭い水路が風下に位置していることも影響している。干渉内の水は三号差でできた円と風下側の傾斜した面から外側に向けて流れている。風上側の干渉の外側は分厚いもに覆われており、干渉の南部と西部の3号に覆われた狭い平地は波の静かな間だけ上陸できる。干渉の最も西側にあるもに覆われた。 ごく小さな円は10から15センチメートルの高さがあり、東向きの海岸の前面と、風上側の海岸にある小さなサンゴと共に、ンリ独特の徳だと思われる。この円は、サンゴの海岸上を越えて、常に流れる海水によって維持されている。ボカック干渉は、マーシャル諸島の中で最も乾燥した地域で、半乾燥性気候である。1年間の平均気温は、 約摂氏28度で年間降水量は千ミリメートル以下であり、降水のほとんどは夏の終わりの期間に降る。また風はほとんどが北、または北東から吹いている。五角区干渉は九州の植物の生育を助けている。これらの植物はマーシャル諸島独特のもので、他の植物の持ち込みは厳しく規制されている。少ない降水と水の良い土地、 および高い気温は乾燥した環境を生み出し、干渉上には真水は見当たらず、ヤシの木も生育することができない最も一般的な植生は、背が低くまばらなモンパの木の森林で15から50センチメートル程度の高さで茂っている。森林の下層部分は通常、草とベラカヤチモシーで覆われており、これらはサンゴサの土壌の上に生えている。小さなお白い花の群生は、 カムウォーム島で発見され、シビラ島でもより小さな群生が確認されている。濃密な草戸ベラカと少しのモンパの木が茂っている海岸は、干渉南部の50から75%を占め、北東部のシビラ島ではほぼ100%を占める。紫カや草戸ベラカ、およびゴジカは、ソリンや海岸沿いのサバンナ地帯を追っており、ここは、マーシャル諸島の、そしておそらく、 太平洋全域の中でも最も素晴らしい植生の典型である。干渉の浅い領域の植生は、まばらな構想や、バラバラになったサンゴ、貝殻、そして緑色の海藻で覆われている。干渉では26種の海鳥や海岸に住む鳥が生息している。これらの内カツオドリ、赤アシカツオドリ、オーグンカンドリ、赤オネッタイチョウ、セグロアジサシ、シロアジサシ、 黒アジサシ、そしておそらく黒サギも、1988年から人工繁殖が行われている。また渡り鳥としては、ハリモモ注釈、京助シギ、メリケンキアシシギ、ムナグロ、およびミユビシギがいる。これらの鳥は、特に北部の三つの島に多く住み着いている。またボカック島は、コミズナギ鳥がおそらく唯一人工繁殖されている島として知られている。 シビラ島にはポリネシアネズミが生息しているが、より活発な黒ネズミは干渉からいなくなったようである干渉の一般的な陸上生物はスネークアイトカゲとヤドカリである。干渉の海洋生物の状態はおおむね良好であるが、一部に干渉の分裂の可能性が見受けられる。干渉で研究者たちは海洋性の亀を見つけていないが、ポリネシア人の狩猟習慣は 亀の存在に関しての読んどころとみなされている例としては巨大な二枚貝の一族である。シャコ貝は希少種の王ャコ貝を除いて豊富であるまた小型の二枚貝類は存在しているが数種の小型の貝類は見つかっていない。干渉の魚類は主に笛吹きイカやブダイカ、そして笛イカである。またウツボとオグロメジロザメも存在している。また、 およそ100種の石3ゴメと2種の海と坂目も存在している。およそ2000年前にマーシャル諸島に人間が移住しているにもかかわらず、現在までここに伝統的なマーシャルの人工物が創造されていないことは、その間問題が解決されていないことを意味している。厳しい乾燥した気候、飲料に適した水の欠如、そして痩せた土地は、 以前ここが無人島であることの理由になっている。この干渉は、ラタック列島の住民にとって、伝統的に狩猟と集合をするための場所である。他の北ラタック列島の無人干渉、ビカール干渉や陶器干渉とともに、ボカック干渉は、伝統的にラタック列島の色白ララブ一族が相続している、財産である。豊かな海亀や海鳥。 そしてその卵の採取は、色地族の監修によって規制され、監視がされている。ヨーロッパ人による母カックの最初の発見は、1526年8月21日に、スペイン人の探検家、アロンソデ・サラザールによって行われた。その後300年間に、多数の船が母カックに上陸し、あるいは通過していったが、食用動物の施設を建てる試みは行われた、記録がない。 これは乾燥した気候と近くにより肥沃な干渉があったことも影響している。マーシャル諸島は1906年にドイツのニューギニア保護領に追加された。無人の干渉は領有権が誰にもないという論理を正当化し、色ジ族からの抗議にもかかわらず、ドイツはックの領有権を手に入れた。明治天皇のもとでの日本の経済力は日本の鳥の密漁に対する。 マーシャル人の不平として、ドイツ行政に記録され、島民の興味をドイツの統治からそらして覆い隠した。1914年、日本は母格を含むマーシャル諸島を占領し、領有権をドイツから自国に移した。ドイツが以前行ったように、日本の植民地行政は母格を開発する試みはせず、来たらタック列島住民の鳥と魚の採取が邪魔されることはなかった。 1940年代になると、マーシャル諸島の日本軍は、小型水蒸気と通信のための基地をシビラ島に建設した。日本とアメリカ合衆国との太平洋戦争の初期段階では、米国海軍の潜水艦による活動が、日本の航空機による定期パトロールで観測されていた1943年3月、20人の守備隊は、 食料の欠乏都揮系統の無能力化から、母格区干渉から、ウェイク島に撤退した1944年4月23日、米国陸軍航空軍、米国海軍、及び米国海兵隊からなる航空部隊は放置されていた施設を爆撃した。マーシャル諸島の領有権は、1944年の日本軍との夜明けの戦闘で完全にアメリカ合衆国に移った。 1945年9月、太平洋各地を占拠していた日本軍捕虜は本国に送還され、クエゼリン艦渉から601部隊が上陸部隊として母格区に派遣された。さらに、PBM マリナーが生存の可能性がある兵力の探索を行ったが、2日間の探索では生存者や死者は発見されなかった。1953年4月に、 戦車揚陸艦を米国からアジアに送った航海では、任命された LST1138 スチューベンカウンティは途中母各区干渉に上陸し、噂になっていた日本軍脱走兵の探索を行った。この時の上陸記録には、戦争時の施設跡は残っているが、生存者の痕跡は見つからなかったと記録されている。1954年、ビキニ干渉で行われた、 キャッスル作戦ブラボー核実験で発生した大量の放射性降下物の調査が続いて行われるキャッスル作戦ロメオ核実験に先立ち1日と4時間にわたって航空機により行われたこの航空機には高度60から150メートルから地上の放射線を測定するガンマ線検出機が装備されていたシビラ島上空からの測定では 実験1時間後で1時間あたり1.0ミリレムが観測され、3時間後には1時間あたり0.4ミリレムにまで低下した1957年、ボカックはハードタック作戦の各実験試験場としての調査が行われたが、他の候補地であるビキニ干渉、エニウェトク干渉、及びネバダ各実験場と比較して、設備の点で劣っていたため制限されなかったボカックは、 ドミニク作戦で再び核実験場の候補に挙げられたが、今度は国連の新宅統治地域への放射性降下物の影響が大きいと考えられたため、選択肢から外れた。干渉ではマウイ島やハワイ島から来た数人が失踪している。九百七十九年二月十一日、ハワイのハナコから四人の仲間と共に五点二メートルのボートで来たスコット・モーマンは、 高潮に襲われ行方不明となった。モーマンのボートと埋葬された遺体は、1988年に、ボカックで発見された。1988年に、米国太平洋艦隊本部が作成したフィルムでは、ボカック干渉を、数百万トンの固形廃棄物の処分場にする、提案がなされた。この提案では、初年度に350万トンの廃棄物を処分し、 その後5年にわたって、最終的に年間に500万トンを30隻の船で処分するとされていた。2003年8月には、テキサスから来た2人の無線愛好家が、タオンギ無線局の開局のため、76時間にわたってシビラ島でキャンプを行い、コールサインボルト 73t とイオタ o c -263 を割り当てた。この無線局は座標。 から発信を行った。未承認の極小国であるメルチデデック自治領は、イロジララ部族との45年間の借地契約に基づき、母格を含めた領域の統治権を主張している。現在では、放棄されたキャンプや、住居跡、何隻かの破壊された船、及び先の第二次大戦で、日本が築いた通信基地の廃墟が残るのみである。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。